入り直しか、そういうことか。なるほど。疲労回復のあれを飲まないとだって。疲労回復のやつが今切れてる。もう飲み尽くしちゃった。うちにあったんですけど、キレートレモン。顔のむくみ取るやつと疲労回復のやつ、両方とも今ないや。買いに外に出たら買っとこう。ゆずきちさんありがとう。あ、何もしてなかったね。テロップも書いてなかった。いやー、マー君ありがとう。そう、多分ね、8月は私あまり、眠りと縁がない月なんだろう。もうポスト、そうね、月末に渋谷でツアー出演させていただくので、全国ツアー、それが終わったら私最大30時間寝たことあったっけ。最大何時間って言ってたっけ。28時間とか寝たことあるので、そのぐらい寝よう。マー君、カズサさんありがとう。なんか本当に皆さんと思い出もたくさんの8月になったので、素晴らしい暑い夏になりました。30時間はなかったっけ。28はね、なんかあるよねあるよねって、なんか確認、なんか言ったことあるよね。18は寝た記憶ある。トリケロさんもありがとう、ありがとうございます。そう、私は本来ロングスリーパーです。今あまりおすすめせん、寝すぎるのはおすすめせん、なんか世界に置いていかれるから目が覚めた時とか、もう朝とかじゃなくて普通に真っ暗だったりするからさ、あれ今私はあれ最後のいつから寝てたっけ。私の統計上何時間以上かな、12時間8時間、12時間以上ぐらい寝たら、もう寝ても寝ても眠いゾーンに入る。でもね、でも眠くなるから、そう、終わりがなくなるからさ、おすすめせん。もうそんな私が8月は随分と、もう4時間睡眠で素晴らしく睡眠が取れた日だって思うぐらいなので、
な月もあるよね。ヒューガヒャンさんありがとうございます。みんなもね、眠、みんなはどうですか、ちゃんと寝れた、眠れましたか。ありがとう、朝から。ありがとう。眠くない？昔からおじいさん、人来さん、ありがとうございます。近所の人に心配されるレベルやねって近所の方にはね、されて心配はされたことないんですけど、学生の時、母から死んでるかと思ったって言って叩き起こされたことはあります。心配されて。その時は何だろう、何時間ぐらい寝てたんだろう、20時間とかかな。睡眠時間同じか。眠れてないの？眠い？徹夜？それはね、寝る時間あります？寝る時間ありますか？それはあれだ、一日を乗り越えれん。絶対体に来そう。まいちゃん、ありがとう。ありがとう。処刑さんもありがとうございます。 Thank you。ございます。朝です。今日は6時から6時25分までさせていただきますわ。よろしくですわ。肌はね、なんかちょっと荒れてきてる。寝不足か何なのか分からんけど、ここら辺が荒れてきてる。困っている。ちゃんと昨日もパックしたんだけど、パックにすごい全面的に信頼を置いてる人だから、なんとかちょっと荒れかけ始めかくらいでね、とどまってるまだ荒れてはない、荒れかけそうだなくらいでとどまってます。あ、もう足はね、もう歩いても何も痛くない。痛くない。治った。青あざにスマホ落としたとこは、あ、ちょっとなってるけど、両方とも青地味になってるんですけど、痛くない。回復、あれ全校集会とかでなんか拍手を自分の拍手を最後どこまで残せるかやる人。やうちゃんさん、ありがとうございます。
ね、4年。今日のさやかりんは目覚めが良くて喋りも滑らかってそうそうかもしれん、うん、目覚め良かったもん。起きた瞬間から全然違ったので、私はこれが4時間も寝ていこうと思う。うん、どうしよう、このまま私さショートスリーパーになったらどうする。もう4時間で私は8時間睡眠をとったぐらい元気ですみたいな。そしたら素晴らしいね。うん、目も開いてるし口も回っている。すごい、このさあれか、昨日は寝るのが遅くなっちゃったんですけど、昨日というか一昨日、つなさんありがとうございます。どうしようそれはないと思うどうしよう、私特技にさロングスリープって書いてるんですよね、公式の特技に。え、書いてるよね、趣味に書いてるかな、趣味の方だっけ。趣味の方だっけ。原田さやか、やうちゃんさんありがとうございます。特技か、イラストを描くこととね、ロングスリープって特技書いてるんですけど、これがもう変わるかもしれん。イラストを描くこととショートスリープになるかもでも多分ショートスリープって言うほどではないよね。なんショートスリーパーって何時間からなんだろう何時間からなんだろうな、ちょっとそちらの世界はあまり詳しくなくてあ、2、3時間か。2、3時間はね結構続いてたけど、ちょっと眠くなる、眠かったもん、目覚めは良くなかった。あー、2時間以下ってさ、もう毎日生活してる人ってさいるのかな、普通に問題なく、体調に問題なく。全然睡眠時間、もっと寝ようと思ったら寝れるけど私は2時間で十分ですっていう人いるのかな。3時間って聞く？3時間はね眠くなるな、なんか頭とか痛くなっちゃう、なっちゃう。自分自身をなくしたんですねってえ、私は自分自身をなくしたんですか。そうなんですか。私の本体って、私の本質ってロングスリープすることだったの石井田さんありがとうございます。ありがとう、みんな朝からありがとう3週50カウントありがとうございます、ありがとうございます、力になってます。2時まで仕事して3時で起きてたの、大丈夫だった、体壊さなかった。じゃあおはようの歌でも歌おうかな。今
今日は開始早々ではなかったけど、好きな食べ物さ、私の公式プロフィールの好きな食べ物、リンゴ、きな粉、だし巻き卵、赤もくって書いてるんだけどさ、これってなんかあれだね、その時のブームがあるよね。今書くんだったらリンゴ、トマト、プラム、きな粉ずっと好き、きな粉とかかも。あ、回しそうめん、回し、違う、回しじゃない、流しそうめん。キレートレモン、次更新するときキレートレモンって書こうかな。なんか特定の商品はいけんのかな。そう、そのね、プロフィール更新のときは確か赤もくをそのときらへんにて食べて、うわ、めちゃめちゃ美味しいってなって書いてたけど、最近もうずっと食べてない。食べたい。ブームね、終わったわけじゃないんだけど、あんまさ、あんま売ってないんよね。ちょっとどこで買ったっけ、すごい遠出したところ、スーパーとかでしか売ってなくて。そう、ご無沙汰ですね。旬ってあるのかな、赤もくに旬ってあるのかな。そうなのかなですね。だし巻き卵はね、一時期本当に毎日食べてたんですけど、お気に入りのだし巻き卵があって、スーパーで毎日食べてたけど、なんかもうそれをね、見かけなくなっちゃった。その私が大好きだったのに私が大好きだったのにっていうのはおかしいな、私が大好きだったそのね、だし巻き卵は多分もう販売中止したのかな私が大好きだったのに販売中止しましたっていうのはあれかもそんな世界は自分中心で待ってない。待って、あと3分だって。じゃあちょっとお別れソング、お別れソングとして歌おう。お別れソング、あ、いいや。やっぱりもう次の8時10分からにしよう。そうしよう。今日はちょっとこの枠は目覚めが良かったのでいっぱいお話ししました。そう、ありがとう、みんな朝からありがとう。今日も一日頑張っていきましょうそう、諦めた、諦め、ということで誕生を読ませていただこうかな。13位から、昔からおじんさん、トリケロさん、マー君、カズサさん、ゆずきちさん、まいちゃん、ジンライさん、ヒューガヒャンさん、千葉田さん、花火師さん、ようちゃんさん、あ、変わった。13位から、昔からおじんさん、トリケロさん、マー君、ゆずきちさん、カズサさん、まいちゃん、ジンライさん、ヒューガヒャンさん、千葉田さん、ようちゃんさん、ツナさん、花火師さん、イギータさんです。ありがとうございました。ということで25分までだね。次は8時10分から8時25分させていただきます。今日は
ちょっと15分とか20分とかが多め、ちょっと短めになってる。定型文に入れとこうかな。定型文私もうずっと更新してないからさ、いや入れていこうか。ということで、じゃあ皆さん今日も一日頑張っていきましょう。いやなんかもう定番化しとる、いやが。ありがとう。じゃあ8時10分にまた待ってます。バイバーイ。ありがとう。おはようでした。25分。バイバイ。